土色ドラピオン、草色ラグラージ、こんがりボディハッサム。この中でヤバいのってどれ？ハッサムだろ。ハッサムはテクニシャンなくなる。ドラピオンは数値が微妙だからラグラージかな。草見えても出しやすいのは強い。元の特性も微妙だし。ラグラージに一郎。炎向こうハッサムも魅力的だけどテクニシャンなくなるのは痛い。物理一段階アップかつ弱点がフリーズドライのみってなかなか荒れないずら。こうして考えると小学生が考えたポケモンみたいだな。元の特性に依存してないラグ。ハッサムの強みは威力90の先制技を打てることだから炎耐性とトレードにはできないと思う。土色ピオン装飾ラグはとりあえず一回行動は確保できそうな耐久はあるけど。じゃあ耐えて何するって感じではある。隣で地震連打チェリム花吹雪もともと特性なしみたいなもんだし、ラグだろうな。ただ水地面って弱点なしとはいえ、耐性が豊富なわけじゃないから実は言うほどだとは思う。シビルドンに比べたら圧倒的に強いけど。ドラピオンはメジャーな地面無効にできるようになってなお耐性の範囲が微妙だな。まあこれが強いなら風船ドラピオンとかもっと効いてもいい気がするしな。ハッサムの強みは弱点が少ないことじゃなくて、豊富な耐性で広範囲受けられて、テクニシャンのバレパンで圧かけられてる点だから、火力落ちる時点で論外。ドラピオンくんあの見た目で A90 なのなんなんだよ。130の見た目だろお前は。装飾ラグは首やクエタンでサイクルするのが強いんだから。逆に土色ピオンこんがりサムにサイクルできるかが論点なのでは？こんがりサムってなんか外人みたい。こんがりサムはバレパンの信頼性が損なわれるけど高校トンボで回せなくはないか。ドラピは、全部中途半端だな。どうすりゃいいんだこれ。ハッサムはテクニシャンが変わるのか、残り2つが変わって共存できるのかでだいぶ強さ変わると思う。前者だと普通に耐性優秀な鈍速耐久アタッカーになるけど、後者だと脅威度がだいぶ変わる。こんがりサムは装飾マリルリ的なポジかな。ドラピオンがスカタンクとかだったらワンチャンあった。こんがりハッサムはメガハッサムが存在する世界だとかなり使われそう。史実でもメガハッサムのメガ前特性にライトメタルを選択することとかは普通にあったし。物理縁に後出ししてこんがりしながら剣舞してくるハッサムみたいな方が出てきそう。強いかどうかは知らん。こんがりハッサムはいても採用率は低そうだけどいたら相手が悩む要素を増やせるのは間違いない。こんがりハッサムはテクに消えるから弱いって意見多いけど、ハッサムに迂闊に炎技ぶち込めなくなるところの方が重要じゃない？つまりこんがりハッサムのいる世界のテクにハッサムが最強。確かにこんがりする間に剣の舞されたらたまらねえものがある。けどドラピオンはもう追加進化もらってそん時土色もらえばいいよ。そしたら種族値も底上げされる。テク消してこんがりならテクのままでよい。こんがり追加なら価値あり。